今回は大阪新町にある自家製麺吉見の製麺所をご紹介。こちらがメニュー表。うわ、あごだしラーメン、だしのうまみ感じれてうまそう。んでこれまかない系のラーメンが3種類。うわ、こういう店のまかないを商品化で出すっていうのこれ相当うまいよこれ。けどやっぱ吉見の製麺所さんといえばこの魚介鶏豚骨つけ麺、これようラーメン雑誌とかで見るんよ。すべてのうまみ詰まってるからね、このつけ麺には。やっぱりこれにしよう。こちらが魚介鶏豚骨つけ麺、輝き具合ヒグッジョブ。いただきます。セットでチャーハンも頼んじゃいました。まあまあこれは後ほどということでね、まずはこちらのつけ麺から。うわ、めちゃくちゃ濃厚。これ魚介のね、うまみのこの奥底にこう鶏と豚骨のうまみがしっかり入ってる。うわ、ちょっとなんか深いなこれ。ちょっと普通の魚介豚骨のつけ麺とはちょっとなんか違いますね。何なんでしょう、この鶏のうまみですかね。味が深い、そしてうまい。そしてここでセットの半焼き飯。結局こういう半焼き飯とか頼んじゃうんよな。うわ、うまいうまい、パラッパラやこれ。味もしつこくないし、ちょうどいい、このラーメンに合うように作られてる。全然これ単品でもいけるし、こういうつけ麺ラーメンとも合わせれるようになってる。パクパクいっちゃうよね、半焼き飯なんて。焼き飯はね、本当にシンプルでいいんですよね。卵とネギとチャーシュー、これだけで十分うまい。いや、しかし吉見の製麺所さん、店の名前の前に自家製麺ってついてるぐらい、やっぱりこう麺もうまい。つるつるしこしこで、このやっぱ見た目がもう光り輝いてたでしょ皆さん。やっぱり見た目もね大事だと思うんですよね。ほんでここらでちょっとねレモン絞って、これでちょっといただいてみますね。これ多分ね顔変えるよ。麺の顔が表情変えるよこれ。これうまい麺、うまい麺の表情が、はい、うまい。いや、うますぎ。いや、これレモン絞ったことによってさっぱり具合がこの濃厚なつけ汁と合うわ。でこの麺ともレモン合うわ。このツルツルシコシコの麺とね。いやー、これはハマるな。家の近くにあったら通うの即決定。このつけ麺がこれだけうまいとなってくると、先ほど見たメニュー表にもあったまかないラーメン、あれが気になってくるんよ。いや、3種類もあったしな、あと3回通わなあかんの。で、あごだしのシンプルな店の定番、あのラーメンも食べたくなってくる。どうしたらいいんだこれは。いやー、通いたいけどね。通いたいけど他のラーメン屋にも通いたい。難しい、店選びは難しい。
うわ、この海苔巻いて食うんもありやな。普通家系ラーメンとかやったらね、こうだしスープひたひたにして米を巻くけど、今回麺を巻く。これでも十分うまい。ほんでここでチャーシューね。あー、なるほどね。このあの身の部分と脂身の部分が半々ぐらいですかね。いや、美味しい。僕は好き。なんか脂身の部分ね、あんまり女性の方とか好まない方いるかと思うんですが、僕は好き。いやー、このチャーシューはほんま人それぞれで好き好み分かれますから、何が一番うまいとかないんですよ。まあ、それ言い出したらラーメンもですけどね。醤油、味噌、塩、豚骨、いろいろありますけど、何が一番うまいって毎回聞かれるんですけど、いや、あなた次第ちゃいますって毎回思うんすよね。なんか樋口が一番好きなラーメンはとか言われてまし、言われましても、いや、それを勧めてあんまやわって言われても知らんがなってなりますし、そんなん言うてたら僕の大好物味玉ちゃんが顔を出した。うまっ。わー、ここの味玉うまっ。やっぱ味玉もね、ラーメン屋によって全然ね顔変えますからね。味玉うまい店好きやわ。ここの味玉好き。俺は好き。これは頼む価値あり。すいません、ごちそうさまでした。皆さんぜひ吉見の製麺所さんへ。ちゃんめしとうめし、めし評価、嫁しくおめしがいめしめし、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。